今回のスピーチ部はちょっと珍しい駅をご紹介。恋が叶う駅。山の中にあるこんな感じのピンク色の駅です。恋山形駅、最後までよろしくお願いいたします。はい、というわけで恋が叶う駅やってきました。こんなね、田舎の中にめちゃめちゃ派手な駅があるとはちょっとびっくりしましたけども、あ、花のいい香りがしますね。これちょっと前からね気になってた駅なんですけども、今日はこちらにちょっと行ってみようかなと思います。恋山形駅、日本に4つ恋の駅。カメラスタンドとね、前はインスタ映えのスポットということですよね。恋の手紙届けますと、恋ポスト。恋のキューピッドで、ここか。おお、なんか売ってますね。手形とかね。おお、へえ、なんかいいやつ売ってますね。このご利益ありそうな。でちょっと駅舎の方に入っていこうかなと思います。これ線路というか普通に道入れるんですね。で、こういう感じになってます。すごいですね。いろいろね、ずっと二人でいられますようにとか、近所の迷惑かかると、いえ、まあいろいろある。ちょっと、まあね、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。まあ、こんな感じになってるわけですね。恋山形駅、
こういう感じなんですね。またちょっとね、変わった駅かなと思います。インスタ映えですね、完全に。ね、こんな山奥の中に、ピンク色でね、また、色鮮やかな感じですけども、やはりこの恋っていうワードがついてるから、やはりこういう感じにしたんでしょうね。というわけで、今回はちょっと珍しい恋の叶う駅のご紹介でございましたけども、こちら1994年に智頭線開業と同時に設置した駅なんですよね。当初は稲葉山形駅とする予定だったんですけども、地元の要望で恋山形と、まあ活性化のためですよね、恋ということにしたんですけど、こちらをね、もじって恋と、ね、恋愛とかの恋ということで、こんな感じになったということなんですよね。そして2013年の6月9日、僕の誕生日とちょっと近いですけども、まあ、合同のね、プロジェクトで、こちらピンク色にしたということなんですよね。まあね、こちら普通列車の停車時間が約5分に延長されたということです。本当にね、インスタ映えのスポットかなと思います。ちなみに1日の、乗車は5人だそうですね。いやーすごいなと思うんですけども、本当にインスタ映えの場所かなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。